中根知恵11月30日帯は、日本の社会人類学者。専門は、インドチベット、日本の社会組織、東京大学名誉教授、イギリス人類学民族学連合名誉会員、国際人類学民族学連合名誉会員など、女性初の東大教授、女性初の日本学士院会員、また学術系としては、女性初の文化勲章受賞者となった。 東京府と与多摩郡と塚村生まれ、父親は弁護士であった。愛知県岡崎市に移り、岡崎市立投人上小学校に入学。6年生の秋まで在学した後、中国に渡り、6年ほど北京で暮らす。東京府立第8高等女学校津田塾専門学校外国語科卒業。東京大学文学部東洋史学科卒、同大学院修了。 東北から鹿児島までの農村の調査を経た後、人類学の研究を世界各地で行う。1953年に、インドに3年、1959年から1962年に、かけては、イギリス、イタリア、その他シカゴ大学、ロンドン大学で研究を積む。インドの奥地、アッサムを探検、調査したものをまとめた、未開の顔。 文明の顔を1959年に刊行し、毎日出版文化賞を受賞。その後日本に戻ると、月刊誌、中央公論から、どんなテーマでもいいから、論文を書いてといった注文を受け、日本の集団構造は、どこでも同じというテーマを思いつく。ホテルにこもり、2週間ほどで日本的社会構造の発見を書き上げたところ、 猪木正道がその論文を評価したことも、手伝い複数の出版社から書籍化の話を持ちかけられ、論文を過失、修正した縦社会の人間関係を1967年にに、刊行。2015年現在までに124冊116万部長のロングセラーを記録し、イギリスで出版された英語版は13カ国で翻訳出版された。女性で、 初の東京大学助教授、教授、東京大学東洋文化研究所所長、女性初の日本学進会員などを歴任し、1990年に史受報奨、1993年に文化功労者、2001年に文化勲章を受賞する。下記以外に外国語に翻訳されたものや外国語資料もある。ありがとうございます。